Hallöchen zu einer neuen Folge Sword Art Online Lost Song. Da oben wartet wahrscheinlich der Boss auf uns, die anderen wurden zurückgerufen. Wegen eines Events, was da stattfindet, eine dringende Sitzung. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da mitten reingeraten, wenn wir da jetzt zurückgehen. Aber da ist noch eine andere Sache. Und nachher können wir die nicht mehr aufrufen, weil wir da jetzt weggegangen sind. Tja, also, Kamikaze, würde ich sagen. Hat sich gelohnt. Eisensand können wir immer gebrauchen. Ehrlich zu sein, als sie gesagt haben, dass man uns höchstwahrscheinlich gefolgt ist, der Stil. Ja, danke. Mir macht's auch Spaß mit dir. So. Heilung. Alles gut, alles normal. Alles klar. Kein Problem. Jederzeit. Ja, da hinten gibt es Ausrufezeichen. Alles klar, da werden wir mit Sicherheit nicht hingehen. Wir wollen hier hin. So, so, その調子! じゃあもう一回やってみようか! はい、お願いします! 何度も繰り返すことで上達していくからね!根気よくやるのが大事だよ。なるほど。この声はアスナとすぐか。に惜しい。もうちょっとだよ。難しい。やっぱりアスナとすぐだったか。お兄ちゃん。どうしたの？二人の声が聞こえたから気になって覗いてみたんだよ。そんなにうるさかった？ああ、スパルタ練習の声が響いてたよ。本当？ちょっと気合い入れすぎちゃったかな。そうですね。何をしてるのかと思ったら二人で料理してたんだな。うん、アスナさんに料理教えてもらってたんだ。なるほど、熟練度マックスのアスナに教えてもらえば間違いないな。教えるって言っても大したことはしてないよ。料理スキルを上げるのはすごく根気がいるからね。結局は自分で頑張るしかないけど、応援する人がいるだけでもモチベーション上がるかなって思って。そうだったのか。アスナ、ありがとな。うん、リーファちゃんはどんどん上手くなるから見てて楽しいよ。アスナさんのおかげです。でもまだまだ頑張らないと。その息だよ。それじゃあもう一回作ってみようか。はい、そうだ、お兄ちゃんも作ってみれば？え、俺か？料理スキルなんて全然上げてないからできないと思うぞ。お兄ちゃんは VRMMO の中で料理したことないの？あるにはあるけど。へえ、何作ったの？星肉とか。それは料
りなの？加工したって感じかな。おい、今心の中でバカにしただろ。たとえ干し肉でもレア食材で作ればうまいんだからな。耐久度も高いし、ダンジョンに潜る俺の空腹を何度救ったことか。その、干し肉に思い入れがあることは分かったよ。まあとにかく、一回試してみたら？分かった。そんなに言うならやってみるよ。じゃあ一緒に作ってみようか。それではシチューを作ります。はーい。ほらお兄ちゃんも返事して。え？はーい。よろしい。作り方はとっても簡単。まずは包丁で野菜を一口大に切ります。まあこのくらいは大丈夫だな。次に肉を切ります。うん、切れた。よし、こんなもんでしょう。そしてお鍋に今切ったものを全部入れて火にかける。あとは水と調味料、赤ワイン、トマトを入れて蓋をして煮込むだけよ。もう終わりか？意外と簡単だったな。現実の料理と違ってシステムが勝手にやってくれるからすっごく楽だよね。私としてはもうちょっと手間のかかる方が楽しいんだけどな。あ、もうできたみたいね。蓋を開けてみて。じゃあ私から。おお、うまそうだ。よかった、成功したみたい。うん、すごくよくできてるよ。味見してみようか。いただきます。どう？うん、うまい。本当？よかった。ああ、肉の柔らかさもちょうどいいし、味も深みがあってすごくおいしいよ。じゃあ次はキリト君のを見てみようか。おお、行くぞ。これは何？この世のものとは思えない色をしてるんだけど。料理の手順はシチューだったよね。ああ、すぐと同じように作ったはずだ。なのにどうしてこうなった？私もこんな料理初めて見たよ。ねえ、これって味にしても大丈夫なの？食べられないものは入れてないんだから大丈夫なんじゃないか。そうかな。キリト君、味見してみなよ。そうだよ。お兄ちゃんが作ったんだからまずは自分で食べるといいよ。そうだな。それじゃあいただきます。あ、くん、お兄ちゃん大丈夫？悪くない。え？というかうまいぞこれ。本当？まあ二人も食べてみなよ。これを？シチューとは少し違うかもしれないけど、見た目に反して意外といけるぞ。そんなに言うんなら食べてみようかな。いただきます。いただきます。どうだ？
どうしたんだ？水！何これ、喉がヒリヒリする。すぐこれ飲め、アスナも。死ぬかと思った。なんでこんなに辛いの？そんなに辛いか？確かにシチューというよりはカレーっぽいと思ったけど。お兄ちゃんの味覚再生エンジン壊れてるんじゃないの？辛いもの好きにも程があるよ。そこまで辛いかな。Sie ist ja so süß. Ah, siehste, ich habe noch ein paar Reste, die ich noch ver-. Das ist. Nein. Oh nein. Ja, gut, ist eigentlich jetzt nicht so schlecht. Es hat es schon wieder elementar angebracht. Nein.Kein Element. Neutral, aber mit einer Fähigkeit. Wenn wir das machen, nicht vollkommen umsonst. Oh, das. Oh, dieser Barbarin. Der hohe Volltreffer. Und macht den Gegner verwirrt. Ey, weißt du was? Das kriegt.Natürlich besser für Siebing. Weg, weg.Ihr müsst wissen, das macht. Ich will kein Item. Dun dun. Schlecht. Das Geld kann. Jetzt demo koyo. Na gut.Noch mal speichern gehen. Vielleicht muss ich jetzt hier gleich noch mal den Spielstand laden, für den Fall, dass man sich dann einiges verkorkst, aber ich würde doch sagen, wir gucken uns das hier erstmal an. Oh. Ist das nicht... Oh, ich habe gedacht...Was falsch, aber nö. Während dieses Events findet ein Wirklich starten? Ja. Oni-chan, konna tokoro ni ita nda. Dou shita nda, Sugu? Chotto hanashitai koto ga atte sa. Kyou no bangohan no soudan ka? Tashika touban datta yo na.攻略の話。お兄ちゃんと行きたい場所があるんだけど、いいかな？ああ、そっちか。もちろん構わないよ。やった！嬉しいな。こ
攻略に行くのがそんなに嬉しいのか？だってお兄ちゃんってばいつも一人で攻略に行っちゃって気がつくといなくなってるんだもん。私は兄弟水入らずで行きたいって思ってるのに。すぐ、もしかして拗ねてる？拗ねてないもん。ほら、さっさと行くよ、お兄ちゃん。はいはい。Wie ich glaube, muss sie noch Level 2. Krass. Und sie hat Wind an. Windschaden. Windschnitt.Das Tempo erhöht. この勢いは止まりそうにないな。Sehr episch.Ey, den kenne ich eindeutig. Die überleben das. モンスターじゃないか。なんでこんなところにいるのかな。さあ、こいつ一体しかいないようだし、何かのイベントのフラグか。攻撃してくるサブリもないし、ここで動けなくなってるみたいだよ。ここに囚われている設定とか。なんだか苦しんでるみたい。モンスターといえどもちょっとかわいそうだね。どうしたの、お兄ちゃん。向こうから別のプレイヤーが来るぞ。え、どうしよう。とりあえず様子を見てみよう。うん。おお、こんなところに邪神がいるぞ。おお、本当だ。こいつ、なんか弱ってねえか。おお、マジだ。ちょうどいいじゃねえか。勝っちまおうぜ。ああ、前のクエストではコテンパンにやられたからな。その時とは違うやつだけど、こいつも同類だろ。だな、動かないなら倒せるだろ。ダセえやつ。ちょっと待ちなさいよ、あんたたち。おい、すぐ。なんだお前ら。あんたたち、このモンスターを狩るつもり？無抵抗な上、苦しそうにしてるじゃない。モンスター相手に苦しそうなんて、おめでたいやつだな。俺たちはこいつの道理にやられた恨みもあるんだよ。そもそもこいつはモンスターじゃねえか。倒して何が悪いってんだ。横取りするつもりなんじゃないの。可愛い顔して汚えやつだ。そんなんじゃ。そちらの言い分はごもっともだ。それじゃあこの邪神をどうするかはバトルで決めようじゃないか。お兄ちゃん。
確かに君たちの言っていることは正しい。だけど俺たちは俺たちでこいつを助けたいと思ってるんだ。邪神を助ける？こいつ倒したらめちゃくちゃ経験値稼げるんだぜ。経験値なんて関係ないわ。助けたいから助けるだけよ。はあ、やっぱりバトルで白黒つけるしかねえな。デュエルだろ。こっちは4人だけど誰が相手するんだ？ああ、もちろんデュエルでもいいけど、4人まとめて相手したっていいぞ。なめた口聞きやがって。今言った言葉後悔させてやる。ちょっとお兄ちゃん、4人を相手するのはきつくない？つい調子に乗って痰が切っちゃったよ。しょうがないな。でもこの勝負負けられないよ。なあ、花からそんなつもりはないさ。行くぞ。うん。これで決めてやる。これで決めてやる。俺たちの勝ちだな。悪いがこの邪神は諦めてくれ。チェ、仕方ねえ。なあ、もしかしてお前って。ん？なんだ？黒の剣士、スプリガルのキリトじゃねえか？マジかよ！っていうか早く気づけよバカ。トップランカーのキリトが相手じゃしょうがねえな。今日は引き上げるよ。あとここに邪神がいることは他のプレイヤーには黙っておくよ。そうしてくれると助かるよ。それじゃあ氷くん時はよろしくな。あ、じゃあな。アイドル顔負けの人気だね、キリトくん。やめてくれよ。でもこれでこの子はひとまず大丈夫だね。直近の危機は去ったけど、このままじゃいつまた他のパーティーに狙われるかわからないな。そうだね、早く何とかしてあげないと。あ、邪神の近くに石板があるぞ。本当だ、何か書いてあるね。何何？魔に奪われし太陽と月、今ここにあらんことを欲す。どういう意味だろう。もしかして魔物に奪われた太陽と月を持ってこいって意味じゃないのか？太陽と月か、何かのアイテムなのかな。だろうな。ちょうど石板に2つ何かをはめ込むくぼみがあるし。でもどこにあるかさっぱりわからないよ。ノーヒントじゃ探しようがないよね。アルゴあたりなら知ってるかもしれないな。一旦町へ戻ってみよう。アルゴ、ちょっといいか。キーボー、それにリーファか。
何か面白いネタでも掴んだのか。定位置から動かず攻撃もしてこない邪神級モンスターがいるのは知ってるかな。ああそいつか。詳しい情報は俺っちもまだ集めてる途中なんだ。今分かってる情報だけでも売ってほしいんだけど。まだちゃんと裏が取れてないから売る気はないぞ。情報屋としての信用が下がるのはごめんだからな。でもどうしても邪神を助けてあげたいんです。裏が取れてないなら私たちがその情報の真偽を確かめます。しょうがないな。この情報はタダでくれてやるよ。え、いいんですか。その代わりキーボーたちが攻略したらそのイベントの情報を売ってくれ。ああ、わかった。邪神の近くにあった石板は確認したか。太陽と月が奪われたからここに持ってこいってやつだろ。それだ。このイベントでは太陽と月両方を集めなければならないんだ。そしてこのスバルト・アールブヘイムのレアアイテムに太陽の石、月の石と呼ばれるものがあるんだ。それらの石がある場所は。正確な位置までは分かってないが、どちらもここにある洞窟の中だよ。それだけ分かれば十分だ。ありがとうな、アルゴ。どういたしまして。念を押すようだが、攻略が終わったらこのイベントの情報を売ってくれよ。もちろんだよ。よし、早速石を探しに行こう。うん、頑張ろう。ここに太陽の石と月の石があるんだよね。ああ、ここからは情報がないから注意して進むぞ。はい、任せてくれ。てい鮮やかな立ち回り、見事だぜ。Dann schauen wir uns mal ein wenig um, ne? War ziemlich... あのモンスター、他のやつより強そうだな。後ろにオレンジ色の石があるよ。となるとおそらくあれが太陽の石だな。そうだね。行くよお兄ちゃん。これで決めてやる。大したことなかったな。いや、also ich schlecker aus als die anderen. すごく綺麗だよ。ほらお兄ちゃんも見てみなよ。本当だな。近くで見るといかに綺麗かよくわかる。リアルではこんな石見たことないぞ。私もだよ。これは高く売れそうだな。イベントアイテムだから売れないのが残念だ。もうお兄ちゃんてばまたそういう夢のないこと言って。え、お兄ちゃん、顔が近いよ。ごめん、気づかなかった。もうきっと年頃の女の子はこういうの気にするんだろうな。迂闊だった。気兼ねなく接するのも問題だな。すぐに嫌われてないか心配だ。お兄ちゃん、何ぼーっとしてるの。太陽の石、もう私のアイテムストレージに入れちゃったよ。ああ、サンキューな。
それじゃあ月の石を探すか。腕が鳴るね。太陽の石と同じで、月の石の前にモンスターがいるな。行くぞ、すぐ。ふん、お兄ちゃん。What?Das Monster sieht aber richtig krass aus und was ist in der Umgebung passiert? Ein richtiger, richtig geiler Boss, den ich natürlich wieder nur von fern bekenne. Die Schläge machen ihm echt nichts.これでクリアだな。絶好調だよ。これで月の石もゲットだな。今度は青い石だ。太陽の石も綺麗だったけど、こっちもすごく素敵だな。そっか。お兄ちゃん、なんでそんな遠くにいるの？前回の失敗を生かして。前回の？ああ、太陽の石をゲットした時のこと？なあ、妹だからってあんまり気を使わないのも考えものだなと思ったんだよ。だからもう少し女の子として接した方がいいのかと思ってさ。そんなこと考えてたんだ。あ、すぐ。もっと近づかないとちゃんと石が見えないでしょ。だからってそんなに顔を寄せなくったって。お兄ちゃんとくっつくの嫌じゃないよ。え、さっきはいきなり至近距離にいたからびっくりしただけだもん。なんだ、よかった。でも嬉しいな、お兄ちゃんが女の子として接してくれようとしたなんて。結局どっちの方がいいんだ。どうしよっかな。そんなに迷うものなのか。というか、いつまでくっついてていいのか。じゃあ、どっちも。まったく、すぐは欲張りだな。ダメかな。できるかどうかはわからないけど、努力してみるよ。
お兄ちゃん、ありがとう。あ、さて、月の石もゲットしたし、一旦町へ戻るか。準備を整えてから邪神がいる場所へ行こう。そうだね、できるだけ早く行ってあげよう。